お、はい、キレシャスです。応答コーデ、お願いします。警察の方の職務質問ってあれ大変そうなお仕事ですよね。警察の職質、ね、あ、なんか怪しい人いた。ちょっと来い。お兄さんすいません、警察なんですけど、今ここで何されてるんですか？寂しい、寂しい。ちょっとお兄さん聞いてます？私は粘土で弟を作っています。どういうことですか？いくら粘土固めたって人間は作れませんよ。私には妹がいますが、どうしても将棋がしたくて。あ、そうなんですか。じゃあ妹さんに将棋教えて勝負したらいいじゃないですか。女には難しい。そんなことないと思いますよ。女性の方でも強い人いっぱいいると思いますから。お兄さん申し訳ないですけど、お仕事は何されてますか？パソコン関係です。もうちょっと具体的に。エクセルでハロプロ OB の犯罪歴を管理してます。何ですかそれ。そんな職業ないでしょ。ちょっとお兄さん変だな。こう見えて MC 気質ですよ。違うでしょ。そんな怪しい MC ないでしょ。申し訳ないですけど、荷物見せてもらえます？見せてどうなります？何もなければすぐ終わりますし、悪いものが入ってれば、まあ、最悪刑務所もありえますかね。刑務所ですか、楽しみです。いとこのギャルがいます。何言ってんですか。いや刑務所そんな理由でワクワクするような場所じゃないですよ。ああ、よそのおじさんと遊びたい。あ、もうちょっとやめてください。ちょ、もういいか、ちょ、荷物見せてください。それはできません。中に白い粉が入ってます。白い粉？もうさ、白い粉って言いましたよね。それ違法なものなんじゃないですか。それ白い粉って何ですか？覚醒剤です。嘘です。ダメ、絶対。どうもありがとうございました。